今日はですね、はい、池袋西口から、うん、僕の足で約2分約2分はい、麻雀ズというところに来てます。なるほど。知ってます？直訳しちゃダメだぞ。動物園ではないってことです。動物園ではないですね。それらしき人はたまにいますけど、今ね、プロの方が麻雀を教えてるんですって。おじいちゃんおばあちゃん向けに。なるほどね、うん、初めて取り組む方がいる。そう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 、なのでその様子をね、ちょっと今日は取材をしたい。シニアの麻雀教室、はい、そうでございます。取材させていただきます。よろしくお願いいたします。あの、日本プロ麻雀協会の浜と申します。浜さん、あら、ここにも浜さんがいらっしゃって鈴さん、浜さんボタンを押していただいて戻しましょう。あ、これです、はい。おお、めちゃめちゃリアクションで、で、赤いボタン、はい、早い早い色が違ってる。今日は、ですね、皆様初心者の方が多いということで、範囲を普段は伏せているのですが、全てオープンして他の人の手配も見えるように、プレーをされるということです。マジで、はい、では親の方が集まっていただくので、で、一杯じゃあ、伊藤さん、はい、取っていただきます。もう同じ牌が、あの、3つ揃ってるのはもうこれで1組になりますから、これはこれで結構大事なの、うん、いただいたりとか。今のは違うよみたいな。そうですね、はい。そしたらもうこちらがすごい、そうですね、頭になっちゃったんで。そうですね、一番鳥さん、はい、理想ですね。お、まず寄ってきてますね。そうすると4、5、4、そうですね、4万、5万、6万と順番になってます。うん、5いらないですか？いや、ここもちょっと、あの、離れてるんで。あ、はい、これが1、2、6、9なんです。順番がおかしいです。なんだそれ。じゃこれ、そうですね、はい、私かな、はい、いいですよ、はい、よし、9を、お、いいのを引いた。すごい。あと頭をどれか切れば。そうですね、頭、あ、そっちの方がいいです、はい、が4、この4が入ってもいいですし、7が入ってもいいので。なるほど。通称、両面待ちになったんです。あ、聞いたことあるでしょ。両面待ちでございます。両面テープって言ってる。そう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 、両方待ってる。テンポに入りました。さあ、これリーチしましょうか。え、あ、リーチは横にします。はい、これリーチして、で、先テンポを置きましょう。間違えた、寒そうです。あ、全然入った。テンポイですね。うんと、あ、お、崩した。すいません、これは安牌よ。急走切るとテンパイですけど、あの、あの、いや、急走切ればテンパイですよ、これ。急走切る。急走。急走。急走待ち。急走かローソーなんですけど。今は待ちを悪くしちゃったの。テンパイを取らなかった。テンパイ取らなかった。こっちで間違えちゃった。これリーチはしないですか？もうそのままダバペンですか？やる、あ、やりましょう。じゃあ、追っかけリーチ、はい、二軒リーチになりました。リーチが入ってるので、はい、その、この手配の中で、安全、そうなんです、安全がないですけど、白もそんなに、あ、三軒リーチになりました。あ、どうぞ。待ってください、野沢さん、苦しいですね、これ。はい、リーチありました。まさか三軒リーチ、リーチです。僕もリーチ、頑張ります。これを切ると一応 C、 まあ頭が必要なんですけど、ここも必要なので難しいところですね。難しいですね。まあ、僕は、まあ、僕はまあ三軒リーチ入ってる場合は一人もう降りるのを考えますけど、うん、そうですね。さっきこれはあのリーチして、うん、他の二人も当たってないので、うん、これはもう絶対通る。安牌、はい。でもこれは切らない方がいいんですか？いやでも3人リーチしちゃってるから、もう自分の上がり目は薄いわけ。なるほど。みんな想像が、あ、当たりか。当たりじゃないですか。当たりです。あロー、ロンと言いましょう。ロンと言って、じゃあ裏ドラを見ましょう。え、何裏ドラ。裏ドラっていうのは、うん、まあ検証、まあ、うん、サービスという牌が持ってた、うん、はい、ドラは乗らなかったので、リーチ、ピンフ、はい、ドラ赤です。
ドラドラです。点数は満貫で8000点あります。8000点。では上がった人が点数を申告します。8000点ですと言いました。はい。どうして？どこで？リーチ、ピンフ、ドラ、赤。赤だ。はい。リーチ、ピンフ、ドラ、赤。こうやってシニアの方々に、麻雀教室を開いてるという新しい試みをされてるということなんですけども、はい、狙いっていうのはやっぱり何かあるんですか？そうですね、アームで脳トレなんかが流行ったと思うんですけども、麻雀でその脳のトレーニングを皆さんしていただいて、なるほど、脳の活性化をアンチエイジングってやつですね、ってやつだと思います。なるほどなるほど。